いや、整理券今ね、取ったんですけども、はい、番号は僕101番、僕102番ということで、でもこのね、やっぱ、うん、パチンコスロットやる人は分かると思うんですけど、うん、この番号を引くときに、うん、早い番号もちろん引きたいんだけど、うん、ここで運を使いたくないっていう、ちょっとこのあるあるというか、ね、はい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 、ちょっと緊張ですよ。前の人がさ、うん、早いの引くともうちょっと終わったって感じになるよね。行くよ、行くよ。これはやばい。99。でもまあすごい、数字的には俺いいと思う。ちょっと待って、何、中途半端な59、中途半端な。いやでも99、102番で僕らほぼ最後、104人ぐらいのうち199は、うん、これなかなかよ、なかなかよ、これだから運使わなかったらこっからよ。そうそう、だからこの数字どう出るかっていう話よ、うん、これがいいよ、うん、芸人としてこれ終わりよ。古代ギリシアの哲学者アリストテレスは言った。人を動かすには倫理、情熱、論理の3つの要素が必要だと。その言葉は時を流れ令和にたどり着き、ある男たちによってさらなる進化を遂げる。それは数多の人たちをその光で魅了してきたスロット台ジャグラー。人はその光を見んがために祈りを込めてレバーオンし、時にはねじる。男たちは言った。エトスパトスロゴスがジャグラーを光らせると。どうもと、ピスタチオです。よろしくお願いいたします。はい、始まりました。始まりました。はい、ピスタチオのエトスパトスロゴス。よいしょ。始まりました。今回で第3回目となりますけれども、この番組はですね、はい、我々ピスタチオが2店舗に回ってですね、うん、ジャグラーを打ち、うん、39ポイント、はい、ビッグが3ポイント、うん、バケが1ポイントで、はい、39ポイント獲得できるかどうかという番組になっております。はい、なんとですね、はい、前回39ポイントを優に超えたじゃないですか。そうですね、50何ポイントいきましたからね。50何ポイント取ったということで、はい、ビッグが3ポイントから2ポイントに変わったそうです。いきなりいきなり変わっちゃいました。変わったわけですね。はい、あ、これじゃあどうしても罰ゲームをやらしたいという感じですかね。そうだし、意外と簡単にいっちゃうなっていうことで、でしたらもうここも僕ギャンブラーの血が騒ぎますんで、はいはい、すいませんスタッフさん、罰ゲームをやらないように必死で、こっちは必死ですよ。それは悪いけど、これもう終わるまでに罰ゲームやんないで終了ということに我々は目指しますので。それ目指してますし、そう、あとはその、まあ、ポイントでね、39ポイントを目指しましょうっていう番組だけども、うんうん、我々ガチ、そうよ、自腹で勝負してるわけじゃないですか。やっぱこの時期今仕事もなくなってきてさ、うん、本当に生活かけて話題はやってますから、うん、そうそうそう、ドキュメント番組ですからね。そうだから笑いより僕ビッグが欲しいからね、うん、今で、ちなみに前回終わった後、伊地さん何がガチかっていうと、居残り言いましたもんね。そう、だから、うん、今回また貴重な府中店さんなんですけど、もう府中店さんは非常に私、信頼度が高い、うん、そうね、そう、前回だから終わった後に5、6時間ぐらい、かれこれ閉店まで打ったんですよ、私。うん、一人でね。でももう間違いなく高設定、なるほど、だったということで打ち切ったんですけど、結局、バケが10回近く先行したまんま終わってしまって、それでもまあ1200枚。なおーすごい取りましたんで、うんうんうん、はい、地道に素晴らしいですよ本当に、うん、店員さんにちょこちょこ話しかけられながら、うんうん、まだやってるんですけど見られてただね、これ何がリアルってね、うん、前回終わった後に、はい、家に帰ったんですよ、うん、あ、今日一日打って疲れたなと思って、うん、インスタグラムのダイレクトメッセージ見たら、うん、誰か知らない、うん、ジャグラーのアイコンの人から、マイジャグ2お疲れ様でしたということで、もう見られてるじゃん。そうですそうですジャグラー2か、 お疲れ様でしたということで、なるほどなるほど、なんかメッセージ来てたんで、はい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 、見られてるということでね、皆さんからのもう応援も糧にね。そうです、はい、ファンつけました、一人ファンつけました、こいつガチだなと。おめでとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます。本当になので今日はね、うん、39ポイント目指して頑張っていきたいと思います。はい、それでは行ってきます。頑張ります。はい、すいません、お願いします。もう府中店さんはもう期待しかしてないですよ、私は。信頼と実績の貴重な府中店。今日ダメだったらもう逆にもうケチョンケチョンに言いますから、僕はなるほどね。
この間は間がちょっと取られちゃってるからこの辺にしましょうか。じゃあここしましょうか。ここの辺一応ここキープにしておきます。いました。でも、まあ、上がって落ちてるんで、これ昨日めっちゃいいから据え置いたらありそうだよな。ちょっとね、そう、こっちの方がいいですか、こっち、うん、はい、というわけでですね、はい、今回はあのミラクルジャグラーが入ってましたんで、はい、ミラクルジャグラーで勝負したいなと思います。はい、行きましょうか。行きましょう。はい、というわけでですね、はい、1回目、2回目とは違ってですね、うん、今回はあのミラクルジャグラーの方に席取れましたんで、はい、はい、よかったよかった、勝負したいなと思ってるんですけれども、無事隣で取れましたね。はい、はい、よかったよかった。前回やっぱり、うん、バケに苦しめられたってとこあったんで、そうだね、今回はとにかくボーナスを引いたらビッグを引きたいということで、うん、そういうのも含めまして、うん、ミラクルを選ばせていただきました。なるほど、ありがとうございます。はい、はい、私はですね、やっぱあの抽選の番号59番と99番で、はいはい、もうここでって言われちゃったんで、はい、結局で僕がここを取ったがためにこちらでお願いします。そう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 、なんなら俺本当はあのそっちで打ちたかったんだけど、はい、いや小沢さんここでって言われちゃったんで、もう、ああ、はい、有無を言わさずここになっちゃったということで、小沢さん、はい、出なかった時の言い訳するのやめてください、うん、最初からすいません。そうです、だからこれは僕のせいじゃないということで、まあ、とにかくね、もうこれが、まあ、頑張りましょう。これがどうなのか分かりませんから、そう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 、とにかくやってみましょう。はい、やってみましょう、はい、それではスタートです。スタート、いきましょう。もう恒例のせーのでいきましょう。これはもうね、いきましょうか。はい、もう1回転目はワンペカやりたいね。ワンペカ、はい、いきましょう、いきましょう、せーの、せーの。え、なんで、なんで、なんで、え、せーので、これ一緒にそういうことね、ここだけじゃなくて、ね、すぐ終わっちゃったじゃん、もうそういうことね、ちょっとしたワクワクを、なるほどね、まあ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 、1回転目はそんなもんですよ。もうだから今回はもう伊地知さんも見せつけてよ、前回ちょっと苦しまれてるから。いや本当よ、うん、前回やっぱ1店舗目で、うん、もう3万マイナスからやってるから、うん、今回はちょっとプラスから行きたいよね。だら僕ら2店舗回ってるじゃん、うん、もう1店舗目で投資金額が多いと取り返せないっていうのも分かっちゃうからね、正直もうだから今日の目標はとりあえず ATM 行かないようにするっていう、うん、そうだよ、うん、前回僕に借りましたし、それが目標ですね、うん、俺なんてどんな仕事よりも今これが一番楽しみだからねやっぱりそうよ、リアルスロッターだから、うん、ガチだしね。そうそうそう、やっぱりこれ何回も言うけど本当だから、これスタッフさんには申し訳ないけど、うん、僕あの気持ち的にはもう仕事だと思ってないからこれに関してはだからやっぱ、うん、なんか言われたもんね、やっぱ入りで入ってきたらスタッフさんに、うん、すいません、もうちょっと面白いこと言ってもらっていいですかって言われたらやっぱダメ出し出てますかね、やっぱ。あ、そうなの。そう、ガチすぎて面白いことがないっていうこと。なるほどね。ピスタチオな小粋な面白トークで行こうよ、大丈夫、ガチでやってるけど。いや、スタッフさんからも面白い話してくれって言われてるから、もう、うん、まあね、小粋なね、トーク行こうよ、小粋な。そうよ。おい、はい、おい、早い。うわ、いいね。まただったよ。2000円、3000円目でございます。いい、ね、ああ、いい、2000円ちょっと。3000円は全然いい。全然いいよ。これビッグかどうかよ、大事なのは。おお、すごい。はい、2ポイント。これはもう簡単よ。さ、素晴らしいね、また。伊地知さん、はい、大丈夫ですか。メンタルの具合は。いや、まだ大丈夫よ、さすがに。まだ大丈夫ですか。さすがにちょっと集中してるなっていう。さすがにまだ大丈夫よ。ちょっと目が本当に血走ってる感じだね。いや、それはもう常にだから寝てないんだから、こっちは楽しみであんま楽しみで寝れてないっていうのは。ほら、おい、あれ、ほんとね、ほんとに、うん、神様、仏様、府中天様僕の中でもうこの言葉が成立するぐらい。確かに。え、いくらですか、投資は。投資は、あ、5000円。あら、これまだ全然よ。全然よ。これ安心感全然。ただ、まあ、ここただ僕は、うん、
レギュラーのイジチと言われているぐらいですから、だから本当にレギュラー松本さん、レギュラー西川さん、レギュラー伊地知さんになるんじゃないですか。あれそうなんですか。あるある探検隊のレギュラーさんが3人組になるんじゃないかというぐらい僕レギュラーですから、うん、あれレギュラーさんに加入なんでここで加入しないように、うん、ビッグ確かに頼むよ。全もう全員注目してるからここ、はい、一発目いきます。えいえい、あるある探検隊、あるある探検隊レギュラーさんなっちゃったじゃん、ね、素晴らしい。ビッグこれは2人していいよ。これは今日はいいよ。やっぱりね、こういうことなのよ。素晴らしい、ね、やっぱ前回のそのレギュラー地獄の伊地知さんは、うん、ちょっと見てられなかったですからね。いやもう俺も正直流さないでほしいもん仕事で来てるけどそういうことがない、まあ、なくはないけど、うん、ね、ビッグの方がいいですからね、やっぱりね。はい、おお、はい、来た。いい回転数、いい回転数、いい回転数だね。まあ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 、ハマってのバケじゃないから、うん、いい回転数81回ね。やはり前回同様、僕は幸先いいですよ、いいですよ。そう、でもあんま伸びなかったんだよね前回ね。まあそうなの、始めよかったけど。そうなの、小沢さんも結局は実際そうなんですよ。こんだけ言ってますけど、僕も前回マイナスですから。そうだよね、やっぱ取り返さないといけない。ちょこっとね。そうなんですけど、僕は前回やっぱマイナスでスタートしてるから、うん、それがプラスになるのが早いか、うん、この番組が終わるのが早いかだ、僕の願いはとりあえずプラスになるまではこの番組に続いてくれ。そうね、その願い。 それはそうよ。もちろんずっと続いてほしいですしね、うん、それはもちろんだけど。おい、シェリー、しかもあなたと同じ回転数。おい、小沢さんと同じ回転数。いいよ、なんかシェリー、はっきりとガコンって聞こえたもんね。はい、いいですよ。お願いしますよ。これで小沢さんと違うっていうところを見せちゃいますよ。今日の伊地知は違うぞと。はい、いきます。はい、仲良し、仲良し、我々は仲良し。仲良しじゃないんだよね。いいじゃない、ね、仲良しじゃないんだよ、ね、仲良し。なんか今すごい二人でなんか心が通じ合った感じした。なんかね、今日そうだね、なんか白目が生まれた時ぐらいの感覚だった、うん、今日仲良しですよ。仲良しですね今日は、うん、ポイント的にはビッグとビッグ、うん、2ポイント2ポイント4ポイントと、レギュラー1回ずつということで6ポイント。6ポイントですね。だから正直さ、うん、なんかスタッフさんがもうさ気軽な感じで、うん、ビッグ3ポイントから2ポイントに変更しますとか言ってたけど、うん、結構厳しいよ。でもまあこのペースで行ったらいいんですよね。だからこのペースで逆に行かなきゃ無理よ。いや、そういうことよね、うん、だ結構しんどいと思うよ俺。なるほど、うん、実はあんなことは言ってたけど、なんか平気な顔して言ってたけどそう、前回さ、うん、お笑いを始めようときっかけ、お笑いを始めようと思ったきっかけっていうのがあったけど、はい、途中でなんかボーナス来て終わっちゃったのよ前回、うん、それがなかったからもう一回聞いていいかな、ちょっとお笑いを始めようと思ったきっかけっていう。はい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 、僕は中学校の時に、はい、同級生に、はい、大人になったら一緒にお笑いやろうって、はい、で高校卒業したら吉本の養成所に行こうっていう話をしてたの。はいはい、約束をしたんだけど、はい、高校卒業してその子に、はい、約束の高校卒業したけど一緒に養成所行こうって言ったら、はい、そんな約束してないよって言われたえってなってでもやりたい気持ちがあったから一人で養成所。いや、すごいよな、うん、18歳で一人で養成所やろう、入ろうと思うって。まあね、うん、確かにね。でやっぱ親もすごいと思う、それは。まあね、許してくれたご両親には感謝です。
だいいね、小沢んちは金持ちだからもう何してもよかったのよ、小沢さんが。もう小沢んちなんて、うん、最終的に家継がせればいいと思ってんだから。え、あいつは、あいつ、あいつはもううちの両親のことあいつって言うんだけど今ちょっとガチャガチャしてて聞き取りづらかったけどまさかだよね、それは。びっくりした。なんか一回俺小沢さんの、うん、親父さん、うん、親父さんに何回かこう会ったことあるんだけど、はいはい、もうちゃんと話したことがなくて、うん、もうちゃんとお話したのがなんか羽田空港かなんかに、うん、地方ロケかなんかの後に来た時になんか迎えに来てくれたんだよ、なんかそう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 、その時に初めて僕は小沢さん家の、うん、父親に会ったんだけど、うん、すごい腰の低い人で、うん、あどうもすいません、いつも新一郎がお世話になっておりますすいませんみたいな感じの、うん、方だったじゃん。はいはい。でなんかあどうもこちらこそお世話になってますねみたいなちょっと一通り話してさ、うん、でじゃあ僕先行きますねって、うん、ありがとうございましたって言って行ったら、うん、本当にもう教科書通りの90度の直角のお辞儀をして待ったと思って、うん、俺がパーって行ったじゃん、うん、だからなんか俺が見えなくなるところ曲がるまで多分200メートルぐらいあったんだよね、うん、100メートルぐらい行った時に振り向いたらさまだお辞儀してるさでもちょっともう俺もおふざけみたいな感じで、うん、ゆっくり歩こうと思って、うん、200メートルぐらいのところゆっくり歩いてさすがにしてねえよなと思って右パッと振り向いたら、うん、まだこうやってお辞儀してるからね、うん、いやだからゆっくり歩いちゃダメよいやいやそのなんて素晴らしい父親なんだと思ったもん、うん、あ、 いやありがとうございます。それは伊地知さんは逆にそのお笑いを目指したきっかけ。あ、僕なんて簡単ですよ。目立ちたいからです、うん、目立ちたいから、目立ちたいから、もうそれだけよ。あら、だからもう別に、うん、もうお笑い芸人じゃなくてもよかったから何でも。ああ、そうなん。もう何でも、なんなら、うん、本当はジャニーズとかのは入りたかったしいいなと思ったけど、うん、中学校ぐらいでなんとなくさ、うん、自分がどういう人間かっていうの分かってくるじゃん。はいはい。その時気づいたんだろうね、うん、無理だって。鏡を真剣に見た時に、なるほどね、顔でかってなったんだよね。あ、なっちゃって、まあ、うん、無理だと思って、うん、ジャニーズは入れないけど、うん、歌手はなれんじゃねえかと思って。歌手、歌手、それでちょっとカラオケとかみんなで行き出すわけよ、中学校高校とか、うんうんうん、で人前で歌って反応とか見て気づくんだよね、うん、歌詞無理だって。ああ、なるほどね、うんうん、歌もうまくねえなと。そうだからその後に、うん、やっぱ俳優じゃん。ああ、なるほど。で18ぐらい、もうちゃんともう18ぐらいになってから、うん、俺俳優の事務所に入ったのよ。はいはい。なんか本当にスカウトじゃないんだけど街歩いたらちょっと声かけられて、うん、あら、入ったんですよ俳優事務所に、うんうん、18ぐらいの時に。そんでエキストラとか僕出れたのよ結構。はいはい。それこそ当時めちゃくちゃ人気だった、うん、極戦2、はい、極戦2に僕出てるんですよ。え、第何話か忘れたけど黒十字軍っていうヤンキー集団で、はい、ヤンキー集団で、うん、一員で端っこの方で僕映ってまして、うん、セリフこそないけど。なるほど。おー、光った。おー、ちょっと小沢さん今喋ってるから俺今小沢さんちょっと黙ってて一旦ちょっとその見たことあるし、俺実はその、はい、初見の感じで。一回行きましょう。じゃあ、イエース。ギリ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 素晴らしい。さあ、8ポイント目でございます。8ポイント目ね。でなんでお笑い行ったのよ。俳優さんだったでしょ。だって当時そうだから、それで、うん、そんで言ってもね、その演技とかが自分ができるできないとかじゃなくて、うん、もうだからセリフすらないから、うん、その分かんないわけよ、その自分が演技できるかどうか。はいはいはい、はい、でも一回ね、うん、松平健さんが主演の2時間ドラマで、うん、松平健さんが組長なのよ、うん、そっちの、うん、それの組員役みたいな、古文みたいな、はい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 、射程役みたいな僕出てたんですよ、うん、その時に初めていただいたセリフが、うん、確かそれはっていうセリフだったんです、一言。いいね。そのセリフをもらって、うん、
僕は初めてのセリフだったからすごい嬉しかったわけですよ。はいはいはい。でカメラ回って本番行きますって用意スタートタタタタみたいな感じで確かそれはのこの6文字を噛むっていうので、うん、その瞬間にあ俺この俳優向いてないなって。いやまだ分からんよそんなん。その時にやっぱ笑いが起きたんですよね。はいはいはい。これ噛むんかいみたいな。うん。あこっちだと俺は。なるほど。俳優じゃないと。笑いが起きて気持ちよくなったのね。まあ、気持ちよくとか、まあ、逃げたんだろうね。逃げ出したんだろうね、俳優を、うん。フォローしたのに俺今。それで、うん、もう怖くなっちゃって、うん、22歳から俳優、お笑いの方に、芸人の方に行きました。なるほどね。私は。だから結局、うん、本当にね、うん、いや、もう、最初から俺は芸人やるんだっていうので頑張ってる芸人さんには非常に申し訳ないけど、はい、ジャニーズダメ、歌手ダメ、俳優ダメ、消去法での芸人ですよ。なるほどね、はい、立派ですよ。そして、うん、今はもう芸人もダメかなって思ってきたんで、うん、スロッターの方に移行しようかなと。来ました。はい、はい、ということでありがとうございます。来ました、ギリギリじゃないですか。はい、行きます。お願いします。ビビ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 ック。え、でもこれはビックでしょ。これはこれはこれはビックじゃない。ビキ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 ビッキー。いや懐かしい、ビッキーズさん。小沢さんも言うてる間に、そうなんだよ、メダルがなくなりそうですね。そう、下がね、なくなりそう。いい数字、211、ありがとう。はい、来ました。このペース、このペース。おお、スバラーだよ、スバラー。来ました、ここ大事、ここ大事。うぅ、でかい、でかい、これはでかい、これはでかい。おお、大切、素晴らしいですね。素晴らしいですよ。素晴らしい。まあ全然、まあまあ、こんな速い回転数での負けは全然プラスだから、うん、おお、プレミア、プレミア、ビッグ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 です。ありがとうございます。プレミアです。すごい、いいですよ。やば、やばい、やったぜ。いいな。なんか嫌な予感するな、これは。それで言ってたらそうなっちゃうよ。でもまあそもそも光ってくれるだけでありがたいけどもなんか嫌な予感するな。やだね、このお財布を開けるの。あれ、お財布開けましたね。やだね、なんかやだよね、このお財布を開けてさ、札を入れなきゃいけない感じ、うん、やだよね、なんか楽しんでますね、伊地さん。なんかやだよね、気持ち取り戻すために、うん、歌でも歌おうかな。え、気持ちがちょっと落ち込んできたから歌でも歌おうかな。歌歌ってくれるんすか、うん、ミラクルジャグラー、ミラクルジャグラー、
みんな大好きミラクルジャグラー、はい、ミラクルジャグラーの歌ですね。ちょっと寂しい思いをさせる時もあるけど、やっぱり切ない時もあるけれど、みんな心の中に思うこと、それはそれはミラクルジャグラー、はい、みんなのミラクルジャグラー、今日も出させてもらいます。ミラクルミラクルミラクルジャグラー、みんな一緒にパンパンパンミラクルジャグラー。はい、ということでミラクルジャグラーのテーマを絶好調お送りしましたけれども、絶好調、はい、もうこれですぐ当たるよ。ただ僕はあのこの歌を歌ってる最中に光った、ほらやっぱこういうことなんだよってやりたくて結構長めに歌ったんだけど、そうだね、光らずというか、うん、そんで若干隣の人にあのなんだこいつみたいなちょっと見られたんで早めに切り上げましたちょっと頑張ったけどね、頑張って無理くり伸ばしたけれども、うんうん、どうやって終わるんだろうなと思ったら、はい、こういうジャグラーの番組なのに、はい、一番やっちゃいけないことやっていい？何ですか？ジャグラーの番組で一番やっちゃいけないこと。何しようとしてるの？もうあのゴーゴーランプ隠しちゃう。もうゴーゴーランプ隠しちゃう。もう一番やっちゃいけない。これ光る瞬間をカメラに見せない。いやいや、イエーイじゃないのよポイントはまだありますから。ポイント今17だから。17だけど私5ポイントしか取ってないですから、まだ。いやだから頑張ってよ。だから小沢さん12ポイントで、12ポイント。禁断の大移動かなこれは。あらでもいいんじゃないですか。じゃあちょっともう禁断の台としていいですか。うん、いいよ。じゃあちょっとこちらの台に。ダメです、ダメです。僕がやってるんで、これは僕がやってる台はダメなんです。気になっちゃったんで。ダメです。その出玉そのまま移動したいと思います。ダメです。ちなみに今いくらですか。俺前回700回転食らってるからありそうなんだよな。いやそうね。今ちなみに1万6000円です。1万6000円、まあまあいってますよ。なんかでもここで移動したくないよね、ちょっとまだ。なるほど、気持ち的に。ほら、おお、そんな話をしていた矢先、僕は裏切らない、信じた道を行くはい、お願いします。おお、よかった。77773、7でビッグイエイ時間的にも結構ギリギリでしょ今。そうよ、あとあ30分ぐらいじゃない。あと30分ぐらいでしょ。そうだからこうなっちゃうと大移動してもなとかなっちゃうから。そうなんですよ。そうなの、勝負かなとか思っちゃうよね、うん、急にハマったな440。でも確率的に言ったら僕は普通だからね。まあね、一発ハマっとかないと、まあまあ、確かに。逆にこれがなくなるまでに出てほしい、このメダル。おら、おお、タンチェタンチェタンタンチェチェタンチェチェ出た、タンタンチェチェチェタンチェチェチク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 タンチェでボーナス引いちゃった、チクチク。おい、うぃ、俺の歌の終わりで、イエーイ、一緒に行きましょうか。タンチェ DJ で、せーの、2人ともお化け、おざうばもお化け、でいじちもお化け、お化けはやっぱり嫌だけれど、二人で化けは仲良しピスタチオということでね。はい、まあ、素晴らしい。2人で化けということでいい。まあ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 、点数的にも21ポイントいきましたから。21ポイント、はいはいはい。
ある程度行っちゃってから2人負けだったんで、うん、負けクイズ行っときますか。行っときましょうかね。ここで負けクイズ、はい、見てていいですか。はい、お願いします。はい、行きます。今日、え、嘘でしょ、パパちょっと嘘でしょそれ、え、ママどうしたの、パパどうしたの、ちょっと黙ってなさい、サトシ黙ってなさい、ちょっとパパそれどこじゃないんだから今、え、本当に明日からどうすんの、え、じゃ会社も、え、バケになったって本当、クビになったの、え、クビになった、近いです、え、リストラ、正解です、いやいやいや正解だし、正解です、あのバケ出てくるまで長すぎるわ、ちょっとちょっと、ちょっとあのバケ忘れてたんですよ、バケクイズだけど僕からもいいですか、じゃあバケクイズ、バケクイズ、あ、いいです、いいですよ、はい、ちょっとやっぱ今月9月ということで、はい、小沢さんのバケがあるんで、誕生日、はい、小沢さん、はい、何その普通の普通の喋りで、別にその誰か役に入るわけじゃなく、うん、普通にトークで、それは誕生日しかないでしょ、あの違うんですよ、やっぱこのバケクイズから伊地さんに、はい、あのバケプレゼントをいただこうかなと思ってるんで、そういうことバケプレ、じゃあバケのプレゼント、いやいやいや誕生日プレゼントをうまいこともらおうかなと。小田さん9月の、はい、15日です。15日ですよね、はい、まだあるから、まだあるからお願いしますね。まだあるかさ、うん、やっぱ先に言われちゃうとやっぱ俺サプライズしたかったからちょっと先に言われちゃうとちょっとプレゼントあげたくないなと思って、ね、ありがとう、やっぱ忘れてなかったね、確認したかったね、9月ということで小沢さんのバケがある誕生日ってすぐ出てきたから、いやでも今日、うん、今この収録日が、はい、9月の5日、5日でしょ、いや今それどころもっと大事なのあるから、何を、明日9月6日、うん、ポールマン旬の誕生日あるからポールマン旬の後輩ね、うん、誰も知らないポールマン旬の10年、芸歴11年目にして全く売れないから、うん、YouTube 始めて、うん、登録者数が69人のポールマンの旬の誕生日ありますか、まあ、伊地さんが一番可愛がってる後輩ですからね、そうよ、旬はね負けだったから100回転以内に引き戻してほしいぞ、これはそうですね、よしうぃしい、よしいいな、ここ大事、ここ大事、これはビッグでしょう、ここはビッグでしょう、これはビッグでしょう、おい、いいね君、いいですね、23ポイントですかね、調子いいよ、調子いい、じゃあ移動しようかな、20分だけちょっとね後ろに行こうかな、なるほど、ちょっとゴーゴージャグラーに行こうかな、はいはい、あと、だから20分しかないんで、あと20分だから2回バケをね引いてね、うんうん、いやバケのテンションなんだ、もうビッグ引いて、あビッグビッグ、はいはい、2回ボーナスを引いて終わろうと、うん、そうそう、だからゴーゴージャグラーで次のお店に向けて勢いつけてね、ちょっとでも取り戻すために、うん、はい移動します、はい、じゃあちょっと今ねもう最後残り少ないということで少しでも取り返したいなということで、はい、今1万6000円マイナスなんで、うん、この台で理想はビッグ2回ぐらい引いて終わりたいなと、そうね、ちょっと勢いつけて、はい、次の店舗に行くまでにね、はい、ちょっと勢いをつけたいと思いますんで頑張ります、うん、頑張って、はい、はい、というわけでですね、9点様でのね、うん、実践の終わったんですけれども、はい、僕がですね、ビッグが3回、バケが2回で、はい、合計8ポイントということで8ポイント、はい、私が、ビッグ6回、バケ3回、合計15ポイントということで、なるほど、足して、23ポイント、はい、一旦はだから1件目の39ポイントなんで半分以上は取れたかなと、そうですね、ノルマをクリア、はい、したんじゃないでしょうか、ね、ですけど、なぜかなんか分かんないですけど、うん、涙が出そうという、なんでええ何ですか、いやいいんじゃないですか、ポイントは、いやポイントとかどうでもいいんですよ僕からしたら、はい、はいはいはい、ちなみに私は投資3000円で、はい、まあ
最初ねすごくね調子良かったんですよ、はい、でもねちょっと悲しいことにちょっと飲まれまして、最終的に出たのが203枚ということで、なるほどね、ちょっとプラマイゼロぐらいになってしまって、はい、すごい悲しいですし、はい、怒りの感情でもうありますか、次でね絶対リベンジしてやろうかなと思ってますよ、はい、私はちょっと待ってください、小田さん本当にぶん殴っていいですか、なんでなんでなんで一回ちょっとなんでですか、なんでですか、何があったんですか、ちょっと私また2万5000円1店舗目で投資しているんではい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 、本当に辛い状況です今ごめんね、途中からやっぱ席移動したじゃない、で、おや小沢さん喋ってくださいもっとみたいな、はい、言ってたでしょ、はい、いやこっちから言うとねお前も喋れよって思ってたの正直、はい、あなたも黙ってね黙々とやってたから、はい、確かに投資金額考えたら、申し訳ございませんでした、いやなんでプロじゃないよ君は喋んないともっと確かにね、いや本当にあなたの状況を考えたら喋んない、別に別に僕からじゃこれで別に喋んねえ、うんうん、すごいもんだってバイト取っちゃうのすごいよもうここ取っちゃうのもやっぱすごかったよ今のはもういや今のおじさんのおかげで、うん、なんかこれ楽しくなったわ、うん、よかったよかったよかったよ、すぐ気が晴れた、救われた救われた、今のおじさんの、うん、いいこと起こるよこれ、めちゃくちゃ気が晴れたわ、うんうん、ここで絶対でここ通るのよ、シャッチャリンコで絶対向こうの方が道幅広いんだから、うん、すごいよここ通っちゃうもん、さすが府中でございます、面白いね、よかったよかった、さすがよかったよかった、まあまあ、なんかいいことありそう、いいことありそう、うん、だから次は、ね、移動しましょうよそうですね、人生劇場の方に移動しますので、移動しますんで、あ、よかった、はい、気が晴れた、よかったよかった、おじいちゃんありがとう、よかったよかった、次はもう真っさらな気持ちでね、真っさらな気持ちになれた、はい、よかったよかった、というわけでね次人生劇場 です頑張っていただきますんで、はい、チャンネル登録とですね、うん、高評価、そしてですねコメントがあるとですね、うん、我々もやりがいがありますんで、はい、お前もっと喋るよとか別にそういうコメントでも構いませんので、いいですよ、僕のね、うん、気持ちが分かるよとかいう気持ちでも全然いいんでそうね、なんかコメントとかもまんま書いていただけたら、はい、盛り上がっていくんじゃないと思いますので、ぜひともお願いいたします、よろしくお願いします、というわけで人形町、人形町人生劇場というわけで人生劇場店へレッツゴー、頑張るよ。